ということで今日はね、えー、もう年末になりましたんで、えー、2023年いろいろ買い物しましたし、えー、お仕事もたくさんしましたので総括としまして春風涼しこの1年間で使った機材で一番役に立ったものを分野別にですねご紹介したいなと思いますということでこちらだ。ドーンまずねまあ去年の春先に買いました ZVE1 ですね えっと、これがまあ一番、まあ使ってるカメラっていうことになりますな。まあ、ええー、あんまりね人気がないというか、よくわかんないカメラになっちゃっていて、プロ用なのかアマチュア用なのかわかんないんだけども、まあ、春風涼しい的にはまあ、最も活躍してるかなと。で特にね、春風涼しい暗いところで撮ることが多いから、まあ、楽。<laughs> あの、まあそれからですね、まあ画質もね、 全然大丈夫。で、春風涼しい、えー、ホワイトバランス調整ね、あの、マトリックスをずらすというやり方があるんですけども、まあ、あのー、それを使えば、まあ、画質的には、まあ、全然問題ないかな、ということなので、まあ、いろんな場面で、まあ、この1年間、ほぼこのカメラだけで、 いろんなものを撮影したかな。他のカメラは、まあ、あの、後で出てきますけど、Vlog 以外はですね、仕事では、ほぼこの E1 で仕事をしていたな、というところです。で、レンズはね、サムヤンの VAF シリーズのこの4本ですね、あの、使ってます。で、これがやっぱりね、圧倒的にいいですね。で、ただまあ、 あのー、ズームレンズじゃなきゃできない仕事も当然あるんでね。で、ズームレンズはもう何でも同じだから、あのー、要は画質とか味とかってことになったらば、こっちの単焦点を使うし、ええー、まあ現場の落差加減で言ったら、まあズームレンズになっちゃうんだけども、ズームレンズもね、まあシネレンズっていうかね、28、135。 あの、ソニーのシネレンズね。を使うか、もっと長いのが必要になった時には、まあ、あの、APS-C 用のソニーのキットレンズ、50、えー、200mm だっけあれを出してくることもあるし、もっと長いのが必要だったらば、えっ、ー、と、健康トキナーさんの SZ300mm の反射望遠。まあ、あれがちっちゃくて <laughs> 便利だね。まあ、そんなのを使ってますね。それから、あとはですね、まあ、ローニン RS-C 3Pro。ま、あこれもかなり活躍したね。これで、ま、あこれに、あのー、なんだっけ、えー、っと、ティルタの、ティルタのですね、この、肩からこう、ロープ、ロープとかゴム出して、ぶら下げるやつでやると、まあ、 一日中担いでても、もう何、寒暦近いおっちゃんの春風涼し的には大丈夫だったと。で、手持ちでやっとなかなか難しい。で、この間もですね、あの、旅するプーさんと、あの、ずっとお話ししてましたけど、プーさんもまあこれ買って使ってるんだけど、やっぱり手がもう死んじゃうと、あの、何分も持ってらんないですよ、みたいな話をしてたんだけど、まあ、プーさんにも、まあとりあえず3万いくらだから買えと、この首から下げて腰からあの出すようなやつあるんだけども、まあそれ使うと、 いいのでまあそれがいいいいんじゃないかなかかははたよ <laughs> 本当にるで、うん、涼しいでございますけれども今日来ているのはですねあの広島線景福山市のですね新一<市>町町というところに来ておりますけれども、えー、ご覧いただけると、えー、盆踊りでございますよ盆踊りね。ということでということでということでね、あのー、今日は一日これでこれででね45ミリ。 45mm で撮ってますけれども、とってもとっても貴重ということで、これで今日はやっております。で、ということで、これが大体、ハルカス史的な映画撮影機材。まあ、ただね、あの、本当の映画の場合はカメラマンたちが自分で機材をなんとかしようとするんで、まあ、そうこのとこはい、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 まあ、なんていうカメラマン任せなところはあるんでね。ただまあ、自分で撮る場合で言うと、この感じかな。 まあ、もしくはね、えっ、ー、と、FX30 に、えぇ、ー、1020mm のズームつけて、あらきち持ってきたりとかってことで、まあ、春先、小島よしおくんのドラマ撮りましたけど、それは、まあ、FX30 だけで撮りましたね。あの、うん、というような感じ。なので FX、FX30 で撮るか、まあ、機動力的に言うと FX30 の方が機動力があるっていうか、まあ、あの、いろんなものつけやすいんでね。 で、ただ、はるかにずしが担いで撮る場合は、あの、ZV-E1。だから、まあ、本ちゃんカメラマンよりもちょっとね、ディレクターっぽい人々にとっては、この E1 の方が使いやすいんじゃないかなと。それから、シネマティック Vlog モードがやっぱり綺麗なんでね、あの、使うチャンスが多かったなというところでございます。そして、えー、次にですね、映画の録音機材はどんな感じかというと、まあ、もうほぼ F6。 ま、どんな CM でも映画でも大体 F6 使ってますね。F6 で、うん、大体ことが済んじゃうのと、から、無線マイクはまあ、お安いです。お安いというか、付録材としては安いんだけれども、あの、UWP シリーズがまあ一番使いますね。な、なんだかんで言ってね。ただちょっと、重たいは重たいんで、まあそこのところ、うん、あの最近の、だから、ワイヤレス Go とか、 えー、サラモニックさんの、えっ、ー、と、B-Link 900シリーズを使うこともまあまあありますね。ただまあ、2.4GHz 帯は場所によっては結構途切れちゃうから、ちょっとそこは現場との相談。で、現場で途切れなければあっちの小さい方が後的に楽なんでね。で音に関しても UWP と、まあ、あのー、あんまあ変わらんすわ。あのー、 2.4GHz 帯ね。結局、マイクカプセルの問題になっちゃうから、マイクカプセルが良ければ、まあ何でもいいよねっていう感じなので。ってなると、実はこの UWP シリーズって、あのマイクを、この専用マイクしか使えないって言った方がいいので、えー、そうなると、あの、2.4GHz 帯のマイクで、マイク好きなのを選んだ方がいいってこともあるんで、まあプロとしての安心は UWP なんだけど、現場によっては判断で 2.4GHz 帯使うことが、 あるかなっていう感じですね。そしてマイクね。あの、向けるマイクはね、もうライコ光トのマイクシリーズを、とりあえずはるかせ続し的には使ってますな。で、HC18? あの、ショットガンか、<laughs> HC の 12? 短い方。あのね、最近ね、ショットガンの短い方をこのカゴに入れて振ってます。そっちのが、あの、幅もまあね、そんなに、何ていうのかな。あの、場所によるんだけど、ものすごくこう、 ピンスポットで撮らななきゃいけないけつまり多少周りがうるさくて、えー、からすごい広い絵で役者に近づきにくい場合には長いマイクを使うんですけども、まあその時はね、むしろ、あのー、あれを使ってるね、前半ーの816を使ってるね、長いので撮らなきゃいけない時はね、 で、普通にマイクが触れる、1メーター以内にマイクの頭が寄せられる場合は、ライコートの短い方を使ってますね。12を使ってる。で、ライコートのいいところは、あの、芯を食わせた時と食わせない時の音量差が大きめなので、っていうことは、振りやすいってことだね。ちょっと外してもあんまり、あの、なんて、外したことに気づかない場合があるんですよ。後で聞いておかしいなっていうものが、まあ、ゼワジの場合はあるんだけど、まあ、これは外すと音が小さくなるから、 もっとこっちってなるんで、やりやすいんでね。これを使うことが多い。まあ、なんといってもね、感度が高くて、みじ、あの、小さくて軽いっていうのがすごく正義。あの、現場でやっぱり軽くて小さいっていうのは良い,いことですね。という感じで、映画録音機材は、ま、こんなような感じですね。そしてですね、えっ、ー、と、番組録音ね。番組録音はね、やっぱりね、F8N、 あの他チャンネルでないとダメなのとそれからこのフェーダーコントロールが今買えないんだよねこの FRCA とかねもう生産してないのかな僕は出しちゃいいのにねあのこいつを使ってまあ前にもちょっと動画であのお見せしましたけどもあの喋ってる間中ペリ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 ,ペリあの上げたり下げたり要するに人数が増えるとね音が回り込んでくるんで隣の人に あの、声が入ってエコーっぽくなっちゃうから、なるべくその単体の音で使うためには、あの、フェーダーコントロールしたいんだよね。喋ってない人のフェーダー落としときたいんで、まあそういうような処理をやっぱり番組収録の時はやってますね、これね。で、マイクはもうほぼ UWP でやりますね、この、ま、あの、番組録音の場合はね。で、たまにこの ECMP10 とか M1 でインタビューなんかの時は、えー、そ、こっちのマイク使うことも まあまあ,あります。セッティングに時間がない時なんかはこっちの方がいい。ただ、音質はそれなりなんでね。あの、特に M1 の方は、今これ M1 の音だけど、まあなんとも言えない。あの、ちょっとデジタルっぽい音にはなる。ただ使いやすいマイクなので、あの、失敗がないからね。あの、使い、使いやすい。だから他にね、音混ぜちゃうとバレちゃうね、やっぱりね。あの、なんで単体で使う場合は、このデジタルマイクを使うことが、まあ、 ありますね。で、次。で、配信 YouTube。今、このスタジオというかね、室内で撮ってますけど、室内で今これ何で撮ってるかっていうと、えっ、ー、と、ゴーストリームデッキプロで録画もしています。で、この合成も全部、あのー、ゴーストリームですね。えー、な、まあ、これが4万円、5万円ぐらいの世界で録画もできて、まあ、多少ちょっと、 この合成には技術がいるというか知識っていうか慣れが必要なんだけど、まあ、大抵のまあね、この辺のスイッチャーはこの合成はいろいろ癖がそれぞれあるから、まあ、なかなか何とも言えないけど、要は今これね、あのー、p n p じゃなくてこれ、クロマキーではめ込んでるんだけど、俺の絵ね、これね。で、クロマキーではめるときに、えー、本来は、 ワイプしたいっていうか、プレゼンテーションの絵をちょっと横へずらして、空いた隙間に自分を置きたいんだけど、そうすると、テレビの、テレビじゃない、あの、パソコンの画面をですね、あのー、自由なサイズに縦横比を変えていきたいんだけど、まあそういうのをスケーリングっていうんだけど、スケーリングがやっぱりちょっとこれ安いやつだからできないんで、まあ合成しかできないね。なので、ちょっと今、この上の、 絵が少し上に持ち上がってるでしょ。俺の分だけ、あの、隙間開けてるわけだ。俺がいなけりゃ、あの、ここ、空っぽの、こんなんなんちゃんだけども。まあ、そういう、ちょっと細かい部分は、まあ、マクロ組めばできんのかもしれないけど、ちょっとまあ、あの、機能が足んない部分もあるね。それからまあ、なんつうのかな。あの、動作不安定な場合もありますよ。さっきも一回、あの、ハングアップしちゃったっていうか、一回再起動したね、勝手にね。うん。なんかそういうところは、まだまだちょっと、 安定性がないというかね。まあ、新しいメーカーさんだからしょうがないね。うん。まあ、今後、この辺が安定してくることを願いますね。なんで、これはたくさん売れてほしい。あのー、エイテムもそうなんだけど、まあ、どん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 、あの、進化していってほしいね、ここはね。ただ、今の、この段階で、春が数字的には今、この、配信システムが一番いいかな、楽ちんかな。まあ、 あの、OBS でやることも多かったんですけど、OBS はね、やっぱりね、不安定なんだよ。あのー、パソコンのメモリーの空き状況とか、いろんな条件で、まあ、あのー、うまくいかないことが、失敗しがちだね。録音した後で、ああ、音が入ってなかったとか、まあ、意外と OBS の場合は、あのー、めんどくさいね。めんどくさい。 あの、安定させるのが、ちょ,、うん、ちょっと難しい、ねうんに比べるとやっぱり単体でね、パソコンなしで動くこのゴーストリームの方が、まあなんだかんだ言ってうまくいくかな。まああの、熱処理の問題だけだね。今ファンつけて冷やしてんだけど、ファンつけて冷やせば安定して動いてくれるからいいかな。あとは音がずれちゃうんだけど、まあそれも編集でまあごまかしてるからまあいいかなという感じがしますね。うん。そんでもって、まあ、 あとはですね、あのー、カメラはね、まあ YouTube、今これ撮ってるのは、えー、FX30 です。FX30 に、えー、とキットレンズズームで撮ってます。で、まあそこから、えー、HDMI で GoStream に入れてるんだけども、まあ、なんていうのかな。固定して撮ってる場合には FX30 がいいかな。まあ贅沢だよね。こ,このなんてうの、こんだけの配信に に FX30 だからね。本当は何のカメラでもいいんだ。あの配信の場合はそんな画質とか言ってる問題じゃないからさ。うん。なんだけど、まあ、今んとこ、えー、FX30 で、まあ、スタジオを組んじゃったということだね。で、マイクはね、まあ、あのー、UWP を使うこともあるんだけど、まあ、どちらかというと、今 M1 で撮ってますけど、M1 か B1、B10 で撮るんだけど、まあ、どっちがいいかなっていうとですね、ここは、 あの、初めて言いますけど、B10 と M1 どっち使うべきですかっていう、まあ、今後買うならどっちがいいですかっていう感じなんだけど、そこで言うとね、あの、今ちょっと机を叩きますよ。聞こえた方今ね、カメラは、あのー、スリックの、なんだっけ、えっ、ー、と、こういうガッチョーンってこういう、あの、こ,こ,こういう感じのアーム あの、三脚の、から出すブームみたいなのに、あの、なんだっけ、なんとか、クリエイティブなんとかって言うんだっけ、忘れちゃった名前、後で下に書いとこうかな。まあ、それの上にカメラ乗せてるから、つまり、えっ、ー、と、机に、あの、ブームが固定されていて、机から棒が出てカメラが乗ってるんで、机の振動をカメラが受けるんですね。あの、音とかね、触った音とかね。 そうすると B 点と M1 で比べると B 点の方が机を触った音が大きく入るんですよ。M1 の方が小さいです。なので、この辺ショックマウントの、えっ、ー、と、レベルが違うというか能力が違うんだよね。なので、M1 の方が、なんかこうパソコン作業しながら喋ったりするときに雑音が入りにくいんで、今 M1 でやってます。ただ M1 の方が、ちょっくら音がデジタルっぽいかな。 1> B 1 0の方が、あのー、自然な音なのでどっちがいいかはいたしかゆしな感じまあこの今のこの机からこうブームを生やすっていう形をやめて三脚に乗せてあげれば机からカメラが切り離されるんで、まあ、そっちの方が音は良くなるんだけどでも操作性が悪くなっちゃう遠くなっちゃうんだよねカメラがねまあそんなとこで今まあこの M1 ねちょっと写真は B 1 0だけど M1 を使うことが、まあ、ここのところは多いかなというふうに思っています。そして、配信 YouTube 機材の Vlog 編持って歩く機材はどうですかというとこなんだけれども、基本的にはね、あのー、えー、ZVE1 を持って歩きますね。で、歩きますより車に乗せっぱなしって言った方がいいんだけど、そこに Z え、じゃあっ v f v f サムヤの v f を4本。まあ、今、あの、か、あの、テストで100ミリが来てるんだけど、あの、100ミリも入れて、えっと、5本に、えっと、それからソニー純正の14ミリ F1.8 と、ええー、まあ、なんだか、なんだかの、こう、ちょっと、世話しない取り方しなきゃいけない時のために、キットズーム、ニッパチ60ミリの、 あの、キットズームと、えー、っと、トキナーさんの SZ300mm の反射望遠ぐらいを、まあ、ふまあ、それを、あのー、リュックサックの中全部入れて、それがワンセットですね。それ用にマイクは B10 使うか M1 使うかちょっと現場で考えるんだけども、一応 M1 をメインにしとくと、ECMM1 ね、一番、はじゃっこね、これ、これね。まあ、これを使ってあげれば、これはこれね、M1 を、 この両方あればなんとかあのいろんなところに対応できるね。で、M1 の方がステレオで撮れたりするから、まあ、ある意味いろんなあの万能選手だね。それがセーフティーにも撮れるからね。この間もまあ、あの、盆踊りはこれで音撮ってたんで、太鼓とかね。あの、歌とかね。まあ大丈夫でしたね、M1 でね。うん。というところですね。 で、えっと、メインになるカメラはね、こっちのね、オズモポケット3のクリエイターコンボ。もう、これがやっぱり、V6 撮る時にはもう圧倒的にいいな。何撮るにしても楽ちんだよね。安定した絵になっちゃうからね。ここはもう、一番の進化系っていう感じだね。このカメラとしてはね。うん。なので、まあ、やっぱりね、ちょっと、逆光の時に、あの、フレアが大きく出ちゃうんで、一応なんか、中華製でこんな、 フードっていうか、あの、カメラの頭につける、こんな傘みたいな、帽子みたいなのが売ってたんで、とりあえず注文したけど、12月の終わりぐらい届くみたいな話だね。まあ、使えたか使えないんだかわかんないけど、2000円ぐらいだから買っといた。うん、ちょっと、まあ、それかな。そして、パワーショット V10 もですね、一応カバンにいつも入れてます。で、V10 の良さはね、やっぱり即射性なんですよ。なんか、あっと見て、あ、撮ろうって思った時に V10 出す方が、後的にいいですね。なので、 この二つはね、即射性と向上性というんでしょうか。いつもこう Vlog を喋り続ける場合はポケット3の方がいいね。V10 はね、やっぱちょっと、まあ、あのー、 安定して撮るのにはやっぱり三脚乗せた方が良かったりとかっていうのがあるんで、うん、が長時間撮れなかったりとかね。まああんまり1時間以上回して Vlog の場合はないっちゃないんだけど、仕事の場合、例えばこの間も演奏会やって、演奏会のね、映像撮るにあたって、やっぱり V 点が、音もいいんで V 点並べて撮ってんだけど、まあ電池の問題はあんだよね。その、充電しながら撮影できないとかいうね、もうどうしたらいいのっていう、もう、 あの、切なくなっちゃうよね。あの、なので、ちょっと電池の面倒を見なきゃいけないから、V10 の場合はね。まあ、そこのところを、まあ、目をつぶれば、あの、いろいろ役立つカメラだね。ただ、感度的にはさ、やっぱりポケット3の方が感度がいいんで、室内とか暗いところではね、夜なんかはポケット3を使わざるを得ないね。V10 はやっぱりそんなに感度は高くないから、昼間だったら、 画質、パッと比べた画質はね、VT の方がいいんだけど、あの、いずれにしても VT の場合、持って歩いて使うっていうのもなかなか、一応強力な手ブれ補正ついてるけど、強力っつってももう水平が出ないから、今このちっちゃいカメラで水平出ないとなかなか難しいよね。あの、っていうところもあるから、ちょっといたし返しなんだけど、使い方が全然違うっていうことは、ポケット3の方で普通の喋りをやって、即射性のすごい、 今撮りたいっていう時には V 点出してくるっていう、そういう、まあ差があるんで、まあ、み分けをしてるかな、ということでございます。ということで、まあ、春風涼木さん的、えー、今年の、えー、機材一覧でございましたけど、皆様、いかがでしょうか。まあね、メインカメラが E1 っていうところがちょっとなんとも春風涼しいっぽいんじゃないかなという気はするんですけど、 まあ FX30 もあるしね、それから H2S、あの、富士の H2S もあるし、T4 もあるんだけど、まあ富士のカメラは今んとこ、なかなか、あのー、出番が今んとこなくなっちゃったね。あの、E1 で画質コントロールができてきちゃったからね。ただまあ、本当の画質をね、目指そうと思ったらやっぱり、 うん、富士のカメラの方が良くはなっちゃうと思うんだけど、ただ、あの、最近の俺の撮り方、やっぱり夜撮ることが多いからね、この間の三味線なんかもそうなんだけど、暗いところで撮ることが多くなっちゃうと、どうしてもまあ、岩の方が安、安全安全もちろんね、あの、暗い、暗いというか、背景暗くするからといって、あの、感度を上げる必要はないんだけどね。あの、そこは、ちょっとなんていうのか、夜景撮るのに感度を上げなきゃいけないのかってっそうでもないんで、 感度を上げた夜景っていうのは、人間の目に見えない夜景が見えるから面白いんだよ。だから E1 の夜景は面白いし、ポケット3の方の、えっと、暗、暗証モードにすると、えっと、あいつも ISO 感度1万ぐらいまで上がるから、要するに、感度がね、まあ、6400を超えてくると、人間の目には見えてない世界が見えてくるから、非日常になるから、そういう意味では夜景が面白いんですよ。 あの、好感度カメラっていうのはね。ただ、あのー、映画みたいなものはさ、それをやっちゃうと、非日常すぎて、あの、ドラマがよくわかんなくなっちゃうから、暗いところは暗く撮りたいっていう場合には、まあ、ISO 感度は6400まであれば全然十分で、あのー、全体は暗くトーンが落ちてんだけど、フェイスあたりはね、顔のあたりは i s o 400ぐらいの設定で撮るわけだよ。あのー、ライトするからさ。 あのー、ていうか普通にライト耐えちゃえば、あのー、どんなライトでも、ISO 感度400から800ぐらいのところに入ってくんだよ。ライト1個つけるだけでね。なので、高感度ってそういう意味では、いらないはいらないんですよ。前から FX30 の時も言ってるけどね。ただし、あのー、例えば棒踊りを撮るとかさ、全体が、あのー、暗い中に入って真っ黒く潰したくない場合には、感度が高い方が綺麗に見えるんでね。 夜景が綺麗に見える。だから夜景みたいなものを撮りたい人は好感度カメラが必要になるんだよね。で、そうじゃなくて自然の風景であるとか、あの、日常の形をそのまま綺麗に撮りたいと思ったらば、別に好感度カメラである必要はないから、例えば E1 なんかは好感度を撮ったおかげで解像度がないから、あの AP、APS-C で 4K 撮れないとかさ、ね、あの、ちょっとダメカメラになっちゃうんだよね。 APS-C で 4K 撮れる。まあ、FX3 ィは普通に撮れるからね。っていう感じなんで、E1 使うっていうのはちょっとこうリスキーなんですよ、やっぱりね。だったら C2 の方がいいね。アルは全 7C2 とかの方がね、感度は足んないけどね。という感じなんだけど、まあ、今週、またちょっとなんか映画関係の撮影って、これはまあ俺が、俺の映画じゃなくて、誰かさんの映画のなんかメイキングのための、 インタビューを取りに行くみたいなんで、どうも安倍貞夫さんにインタビューらしいんだけど、まあちょっとそれは俺は録音部で行くんで、えー、ね、カメラ関係ないから、まあいいかなと思うのと、それからもう、えっと、中旬以降に CM が一本あるんで、まあその辺も、まあ、それもまあ録音がメインだからね、あんまり、あの、映像のことは考えなくていいんだけども、まあ、それにしてもまあ じゃあ、そういう録音部で行った時の機材として言うと、まあ、この、この今見えている Vlog セットを録音部なんだけど、とりあえず持っていくというところで。で、このぐらい持ってっとくとですね、あの、撮影時にですね、あんな絵が撮りたいっていう、その、ディレクターの要望に対して、俺が全部カバーできる。撮影部はさ、オーダーされない限りあまり持ってこないからさ、必要最小限のね、あの、機材で来るんだけど、 まあ、料金もあるからさ。で、俺は、あの、この辺は、なんていうの、俺の機材だから、ただ持ってきゃいいだけなんで、一応、カバンの中にこの程度の機材を持っておいとくと、えー、どんな場面でもですね、緊急事態に対応できるので、喜ばれますという感じかな。ということで、原る涼しすずしの機材集でございましたけどいかがでございましたかまた長く喋りましたな。ということで、えー、皆様の映像、ライフもですね、何かこの辺が、 えー、参考になればというふうに思います。そして、12月23日、春風涼しい、えー、講習会でございますけれども、続々と、あのー、申し込みいただいております。で、今回も映画の現場を見ていただこうと。で、まあ、テーマはね、4畳半シネマなんですよ。普通の部屋で、ね、普通の会議室レベルのところで映画にするためには、どんなことが必要なのかということでございます。つまり、皆様が普通に撮ってる世界をシネマにするためのコツ。 ですね。これは皆様はだいたいカメラボディに頼ってしまうんだけど、カメラボディでできることは限られています。最終的な、その作られた世界をちょっと切り取るだけなんで、その切り取り方をね、ログでなんかちょっといじったりしたところで大した差は出ないのですよ。でそんなことするよりは他でやるべきことがいっぱいありますので、しかもそっちの方が安いし、あの、簡単だしねその。その辺の、なんていうの要するに腕を上げるね。 やり方を皆様にご紹介できたらというふうに思います。今回もウルトラ版の倉、えー、さん来てくださいますね。あの、そして、えー、女優の八嶋美ミも来てくださいます。まあ、もう一人ぐらい呼ぼうかなわかんないけど、あのー、ちょっとその演技をしているという中で、えー、シネマに撮っていくっていうのを皆さんと楽しんでみようかなと。で、当然ね、今回ちょっとね、悪巧み悪巧みあのー、 大相撲ポケット3がありますから、このマイクも使って、こいつでどこまでシネマがいけるのかっていうのをちょっと俺的には実験したいんで、倉さんのカメラの横にポケット3を置いてですね、ポケット3のシネマの世界をちょっと考えてみようかなというふうに思います。なので、参加する人でポケット3持ってる人は持ってきてください。あの、要するに、えっ、ー、と、DJ のマイク2をですね、あの、2チャンネルにして役者につけたらどうかなというふうに思っておりますんで、えー、持ってる人は、あのー、持ってきてね。うん。 という感じなので、今の機材を使って、あ、パワーショット VT もね、うまくちょっとシネマしてみようかなと思いますよ。という感じなので、あのー、うん、なんていうのかな。あのー、どんな機材でもシネマになっていくんで、その辺のことをちょっとご堪能いただけたらば、というふうに思います。ということで、春風鈴さんの、えー、講習会、12月23日土曜日の午後でございます。あの、遊びに来ていただければと思います。ということで、申し込みは、した、でございます。ということで、春風涼士、でした